急に始めるんだもん最近本当にピコンってなっちゃってますからね、はい、靴を磨けたらセンスを磨け帯ディレクターの大藤でございます。ジュンです。マサルです。珍しく珍しく3人ですね、はい、珍しく3人でございます、はい、立て続けに続いております。続いとるね。今ちょうどこう春から夏に切り替わるっていうタイミングじゃないですか。夏物でもうこれからどんどんまた出していきたいなというところでございまして、うん、はい、T シャツ待望の、はい、これまでやってないような T シャツでございまして。そうだよね。プリントは今までやったんです。してますよ。ただ刺繍っていうのはやってないんですよ。帯では初刺繍。初刺繍でございます。刺繍 T、 エンブロイダリー T シャツの発売でございます。気に入っております。クールですよね。結構気に入ってます。クールで。あ、そうですか。クールじゃないですか。クールですね、うんうん、いやまあでも暑いのにね、これもうベタですけど暑いからこそクールに着たいなっていうところですね、うん、まあ、どんだけヘビロテなんだよっていうアイテム目白押しだけど、はい、確定です、これは。これは確定ですね。これは確定っすね。ちゃんとメッセージがあるっていうものが、うん、僕自身もすごい好きですし、うん、これまでの古着の動画とかでもグラフィックとかが入ってたりしてると、うん、そこにこう自分の背景が詰まってたりとか、うん、メッセージがすごくこう伝わってきたりとか、そういうものをなんか着たいなっていうのが、はいはい、結構自分の中で大切にしてて、はい、なので今回の刺繍 T の言葉自体も割と裏側がしっかりとあるっていうものにさせていただいております。なるほど。ちょっと見ていきましょう。そう、見ていきましょう。紐、はい、紐解いていきましょう。はい、いきましょうか。通常の刺繍だったりとか、あとはまあプリントとかもそうだと思うんですけど、うん、左の胸だったり右の胸に位置するっていうものがセオリーだと思うんですけど、セオリーね、はい、少しずらしました。微妙な位置にずれてますよね。微妙にずれてます、うん、そうですね、はい、妙な位置、妙な位置にありますよね。なんか癖になる位置っていうかね。はい、まあ、ジュンさんと T シャツを打ち合わせしている時に、はい、なんとなくこの定位置に置くのが、うん、なんかちょっとしっくりこないなみたいなので、逆に、そうなんですよ。逆に定位置が逆に、逆に、はい、違和感になってしまう。違和感、それはフォントの並びだったりとか、まあこれ全体のその形だったりとかっていうところだと思うんですけど、ジュンさんがそこでポロッとなんかこうちょっとずらしちゃうみたいな、うん、あ、そうですか。そこでまあちょっとヒントをいただいて、違和感ってさっきジュンさんから出たと思うんですけど、うん、違和感がそのメッセージをより強調させるんじゃないかなっていうというところもあって、全体の T シャツのシルエット自体がちょっと大きい。そうですね、はい、そうですね、ワイドなシルエットなので、はいはい、タックインしてもアウトで着てもそこまでこうバランス的にこう悪くない、全体的にこのワイドな洋服とかトップスとか T シャツって、うん、重心が僕は下に来ると思ってて、うん、ああなるほどね、わかります、わ、はい、かるわかる。なのでちょっと下に持ってきたっていう感じなんですよ。右のその胸だったり左の胸とかってちゃんとした感じで多分見えると思うんですけど、少し違和感だったりとか少し抜けた感じとか、言葉はちょっと違うかもしれないですけど、だらしなさみたいなところを出したかったなっていうのもあって、この位置にしてみました。はい、癖になるよね。うん、違和感が癖になるっていう。なるほど。歩いてて目がいっちゃうっていう、うん、でワードが読まれるみたいな、はい、で勘がいい人はもしかしたら、あ、気まずいてるぞみたいな、はい、言葉自体が英語が分かる方とかは、うん、もしかしたらこの5つのテキストで何なのかっていうのが多分分かると思うんですけど、5つあるんですけど全て同じ意味を指してまして、つながるとか結ぶとか、うん、そういう意味合いがこの言葉にはございます。そうですね、はい、うん、ボンド、コネクション、はい、分かりやすいとか、アタックと、はい、アタッチメントとか、はい、これタイとかっていうのもそうなんですよ、はい、結ぶっていう、はい、だからネクタイのタイとか、うん、はい、そういうまあ意味合いですね、うん、一番上なんですか、アフィニティですね、なんですけど、はい、結ぶとかってことですね、うん、はい、これをね、発売する日っていうのがね、ここにかかっていまして、実は。まさか。7月の7日、今週の日曜日なんですよ。七夕だ。なるほど。はい。彦星と織姫。織姫。はい。結ばれる。結ばれる。1年に1回。
その日に結ぶティーが発売。そう、結ぶティーです。結ぶティーでございます。結ぶティーでございます。1年に1回にはさせないと。1年に1回にはさせないですよ。皆さんの、はい、毎日のそのワードローブにこの結ぶティーを入れていただきたいというところでございます。結ぶティー。いやもう結ぶティーって言うから。いや結ぶティーだよ。これ着れば視聴者の皆さんと OB で繋がれるっていう、繋がれるってことです。もちろんそういうことです。繋がるって素敵なことじゃないですか。OB を始めて、僕らと今こうやって見ていただいてたりとか、OB をこう好きでいらっしゃる皆さんとのその繋がりとかっていうのを少しずつ少しずつこう感じ始めているんですけど、僕はすごいいいなと思うのは、ファンの方同士で繋がっていくっていうことが、僕らが今結構見え始めてるじゃないですか。そうね、きっかけになってね。そうなんですよ。言ったら天の川みたいな。そうなんですよ。ちょっと言い過ぎました。すいません。僕らが天の川になってるっていう、だからそれがなんかこうロマンチックだし、ドラマチックだなっていう、だからそこをなんかこうちょっとロマンティそれをなんかこうちょっと表現できたらいいなっていうので、言葉に合った本当っていうのをそれぞれ微妙にこう変えてたりもするっていう感じ、その辺もねすごい洒落てるよね。はい、で最後に結んでるんだ。はい、タイで結ぶっていう、そう本当に、あ、下をキュッと結ぶって意味で、一応それはちょっと違うんです。あ、すいません、ちょっと長くなっちゃう、すいません広げようとしちゃって。でもそうですね、いいですね。最後タイで結ぶっていうね、でもこれはね、ただね ABCD アルファベット順に並べてるっていう。そうなんですか。はい、そうなんですよ。なるほどね。それもまあ一個一個別に全体感気にせず本当を選んで、全体感もむちゃくちゃ入れ替えたんですよ。なるほど、やってたよね。めちゃくちゃ入れ替えたんですけど、結局 ABCD のそのアルファベット順が一番しっくりきたんですよね。そうか、それでこれの並びにさせていただいてるっていう感じなんですけど、日本製でございます。今刺繍の話ばっかりしてますけど、これもちろんボディの生地自体もすごくいい生地を使わさせていただいてます。いいよね、肉厚で。はい、当たり前のようにコットン100、コットン100でございます。この T シャツって生地めちゃくちゃ細番手なんですよ。あ、そうそうなんですよ。で、打ち込みがとんでもないぐらいね、細かいですよ。肉厚に感じるというか、感じる、はい、肉厚に感じる。打ち込みがものすごい細かいんで、細番手でもまあこれだけこう張りがあったりとか厚くこう感じるっていうところですね。アメリカンコットンとか、そのいわゆる米綿とかって言われるものとかと比べると、めちゃくちゃ目面が綺麗です、品もいいよね。品もいいんですよ、品も良いです。はい、で一回洗ってます。これ洗わないともっと実は光沢もあって綺麗だった、そうなんです、ね、そうなんですよ。もっとしっとりしてる、しっとりしてる、ちょっと乾いた感じ、はい、乾いた感じに仕上げてる。でもしっとりめです。そうですね、そうどちらかというと、それこそインナーなしでこう1枚で着ても肌当たりはすごく良くって、滑らかな、すごくいい素材っていうのは着用してすぐ感じていただけるっていうものかな、はい、それがなんか品みたいにつながってんの、はい、つながってキーワードですね。カラーに関してはもう定番のホワイトとブラックにさせていただいておりますんで、まあ、これはもうお好きな方を、またはもう両方、はい、なんならね、はい、うわこれ悩むっすね。パックリだと思ってね、ぜひこれ両方良くないですか。いやめちゃくちゃいいよこれは。いいですよね。ぶっちゃけどっちなんですか。僕っすか。まあコーツだけど、まあラーメンも好きだから黒、リスクっていうところを考えると黒なんですけど、もう絶対でも持ってないと話にならないでしょ。そうなんですよね。そうなんですよ。すいません、悩ましちゃって。プリントに見えま…見えるっすね。見えるっちゃ見えるっすね。これでも刺繍ですからね。いや、いいんだよ、刺繍が。だからこの刺繍っていうところで、まずはちょっとやっぱり格が上がる。で、この生地でやっぱり少しこう格が上がるっていう。だからそこが、まさるさんが言ってる品っていうところにつながる。今気づいてるじゃないですか。キーワードはつながるんですよって言うよ。すごいですね、はい、先ほどもお伝えした通りワイドシルエットでございますんで、はい、短パンとかで合わせていただいてもバランスは非常に取りやすいと、取りやすかったです。そんなスタイリングでございます。パンツとトップスのそのつながりっていうところも、もう全然前に進んでないから。
まあ、非常にバランスが取りやすい、はい、ものになっているかと。僕はあのフルレングスの帯のそのワークパンツ、うん、874ワークパンツ履いてるんですけど、まあそういったフルレングスでの合わせっていうところも、ワイドなパンツっていうのがこれには結構相性はいいのかなっていう感じはしますよね。結構大きめですですね。しかもあの僕 XL で履いてたんで、パンツに関してはサイズワンサイズ上げて履いてるっていう感じなので、スタンダードなレギュラーシルエットももちろん OK だとは思うんですけど、ワイドシルエットのものとかだとすごくこう相性がいいという、そういった形でございます。インも良かったですね。いや、そうですね、てますよ。トップが大きくなりすぎるかなと思ったんですけど、別にそんなことなかったですね。うん、はい、良かったですね。僕は L サイズ、うん、で、ジュンさんが XL っていうサイズで着用しておりますが、はい、サイズ展開は M、L、XL の3サイズ展開でございます。はい、お値段なんですけど、頑張りました、これは。1万1000円でございます。1万1000円、はい、ステッチで、はい、いい T シャツですよね。そうですね、まあ、すごくいい T シャツですね。大人だね。はい、うん、本当に素晴らしいわ。はい、うん、値段も発売日もゾロ目かなみたいな、77の11でみたいな、はい、そうきたかみたいなっていうところでございまして、夏のモビーの T シャツってパックティーが多分代表的だと思いますが、す、ね、はい、前回ついこの間ですね、はい、ボーダーティーが発売したりとか、はい、あとはピグメントティー発売したりとか、うん、まあ、そのやっぱり多分ラインナップにスッと多分入ってくれるっていう感じだと思いますし、一枚でもしっかりと多分主役級になれるっていうものだと思うので、うん、そうだね、そうだね、はい、そこがなんかこうちょっとやっぱりパックティーだったりとかとはちょっと違ったところなのかなっていうところでございます。もうぜひぜひ楽しんでいただきたいなというところでございます。ライブですね、はい、7月の5日、はい、金曜日、今週の金曜日でございます、はい、21時からライブさせていただきます、はいはい、7月の7日22時に発売をさせていただきます。承知しました。ということで、はい、今回は帯、うん、新作となりますつながりティー、はい、結ぶティー、つながりティーかな、はい、を、ご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。この T シャツでつながりティー、つながりたい、そうそう、つながりティー、つながりたい、ここにタイがあるな。そうだ、つながりたい、なるほどね。お待ちしてます。どこにって天の川でいっぱい出てくる